はい、よろしくお願いします。ゆかちゃんです。はい、ゆかです。はい、この間作ってもらったこれです。七転び八起き。はい、ゆかちゃんのを見せてください。はい、諦めたくないと名前です。はい、ありがとうございます。はい、さあ、七転び八起き誰でしょう。行きながら考えましょう。本当に持ち上げてきます。はい、今背もたれに対してお願いします。はい、行きます。せーの、1,2,3、よいしょ。OK、バッチリです。大丈夫ですか。そしたらじゃあお尻キュッキュッと詰めていただいて、はい、OK、ありがとうございます。お願いします。行きましょう。はい、行きましょう。行ってきます。行ってきます。じゃあ今日は、はい、どちらに、あ、そうだ、行くのか発表お願いします。発表、あ、ゆかちゃんからお願いします。じゃあ私が発表します。はい、お願いします。で、ちょっと次の信号で行きますね。はい、ではじゃあちょっと最初にお時間を確認させていただきます。はい、今私の時計2時10分なので、あ、ミニーちゃん、そう、ミニーちゃんです。いい、今日はミニーちゃん、はい、いい、2時10分だから3時10分過ぎぐらいにこっちにまた到着します。はい、今日の目的地は牛島神社です。はい、はい、牛島神社。レッツゴー。レッツゴーです。本当今日カンカン照りですね。はい、すごいです。高い、もうあのみんな赤斑点着てるのに脱いじゃいましたもん、はい、今日。そうなんですね、暑すぎて。はい。え、まだドアップですか。いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。普通に撮ってます。あ、よかった。ちょっと前と変わったのは、あの写真撮影をしながら、はい、動画撮影をするだからもうあの2台で、そう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 、もうすごいな、あらわざに出てます。今日ちょっとどうしよう、なんか、はい、大丈夫そうですか、今日のノリは。あの、あ、ごめんなさい、はい、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。あの前髪も変わりましたね、今日は前回。あ、そうですね、そっちの方が可愛い気がする。え、そうなんです、前髪ないのも絶対いいですよね。やっぱね、なんかそうみたい。おでこ出してるの、はい、おでこ広いからちょっと気に入らないんですけど。あ、そうなんですか。前回ちょっと、いや、でもまあまあ可愛いのは可愛いんですけど。褒め上手ですね。こっち見ます。はい、ゆかちゃんです。はい、ゆかです。すごい、あの太陽が眩しいですよね。はい、逆光だと、そっちから逆光だと。あ、そう、あのこの動画が上がる頃には全部上がってるんですけど、はい、編集が間に合ってません。あ、編集って大変ですよね、本当に。はいはい、大変です。1本3日かかってます。いつもありがとうございます、素敵な動画を。はい、台東区から離れまして、はい、行ってきます。行ってきます。墨田区の方に台東区、墨田区へ行こうです。ゴーですね。はい、墨田区ってスカイツリー方面ですね。スカイツリーです。 Go to スカイツリー方面。 Go to スカイツリー方面って何て言うの。ここ大変ですよね。すいません、動画で伝わらないんですけど、すごい坂ですので。はい、大変です。もう本当に研修生の人がこの坂に登るんですよ。いや、これ上がるの大変だと思います。もう今はひっちゃらです。ちょっとね、わかるかな、 この感じが伝わるといいんですけど、結構坂ですよ。いや、はい、そうそうそう、こうなりますよね。これが欲しかった。あ、これが欲しかった。はい、よかった。その絵がですね、非常によくて、撮られ慣れてないから、どういう顔したらいいのか。あ、大丈夫ですよ、あの素のゆかちゃんがいい。あ、素で変顔とかでも大丈夫。変顔します、しましょうか。やめときましょう。3、2、1。いや、ダメですよ、振ったんですから。ダメですよ。やめときましょう。変顔後でしてくれます。無茶ぶりだな。ゆかちゃんが変顔してくれます。面白フェイスをしてくれます。はい、パニーフェイス。パニーフェイスですね。はい、そうです。うわー、すごい、水上バスもあります。見えます。実は僕ね、あんまり言うとバレちゃう、住処がバレちゃうんですけど、はい、水上バスで多分ここ来れます。お、ちょっと、はい、バレちゃうかもしれない、ね。はい、バレちゃうんであんまり言いませんけど、はい、水上バスで来れます。もうあのビールのね、ビールが、あ、すごい、すごい近く、こんなに近く。うわ、朝日ビールでーす。キラキラですね。はい、キラキラでーす。そうですね、ちょっとゆかちゃん越しの朝日ビール。難しいな。難しい。
見える。結構朝日ビールの紹介が、はい、割とみんな好きかな、みんな同じみかな。あー、でもね、うわすごい坂、大丈夫、ゆっくりどうぞ。本当に研修の時の思い出の坂が、はい、思い出の坂、研修生の時って、はい、みんなやっぱり最初は人が乗せられなかったり、あすごい大変なんですけど、はい、私運転が下手すぎて、はい、一本そっち入るともう一個坂があるんですけど、はい、そこでもう毎日もう特訓してもらって、そうなんですね。思い出の坂道です。そうなんですね。もうなんか見ると懐かしい気持ちになりますね。そうなんです。はい、ゆかちゃん2周振り返りです。はい、髪の毛が多分リールにあげます。今リールですか？リールは何の編集もせずあげます。インスタのやつですよね。そうですそうです、インスタリール、はい、縦型の動画です。リールデビュー、あれからいい、そうです、大丈夫ですか、はい、あれからですか。そうです、前回載せていただいてから、はい、あ、ゆかちゃんなんかインスタ頑張るって言ってたんで、インスタちょっと研究してたんですけど、ちょっとでもインスタ結局頑張れなくて、いや、まあまあ大変ですけど。何載せたらいいのかわからなくて、あのインスタ難しい。うん、でもインスタと TikTok は比較、あ、そう、すぐ話変わってごめんなさい。はい、全然。TikTok のナレーションしてません？はい、あ、ナレーションしてます。ご飯とかの。あ、そう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 。私です。ゆかじゃないけどって。あ、そうですそうですそうです。あれいいんですよね。あれは私永遠に食べれないです。あまり食べる量が取れないってことですか？はい、みんな。はい。撮影行けよって、はい、甘いものとか行ってますよね。美味しいものとかを、そう、さっきスーちゃんに乗ったんで、スーちゃんがあの芋ホリックのやつ見たんですけど、はい、それもゆかちゃんが、いいですよね、はい、ゆかちゃんがあのゆかじゃないけどって。私あれのナレーション担当なんで。そうなんですか。そうなんです。あれです、あのゆかじゃないけどの方が面白いんですよね。ゆかちゃんを見たいんですけど、あのゆかじゃないけどって言い方が、いやもう本当食べたいです、そろそろ。そうですよね。もうでもそういうキャラになっちゃったので。あ、それでナレーション担当なんですね。そうなんです。最初に、はい、自分の研修の時のナレーションが、あれナレーションうまいじゃんってなって、はい、うんうんうん、なってなのかな、うん、食べ歩きの動画も出そうっていう担当になってます。うん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 、そう、食べ歩きをね、こうお願いしたい時もあるわけなんですよ。うんうん、かわいい。めちゃかわいい。嬉しい。これはいいっすね。あの僕あのサムネが苦手なので、こうこれで頑張るようです。お願いします。いい感じにしたいです。もうスカイツリーあっという間に近くなりました。あ、本当スカイツリーだ。全然気がつかない。ゆかちゃんに見とれてました。ごめんなさい。はい、スカイツリーで。スカイツリーです。この先また橋がございます。橋渡ったら、はい、もうすぐ、はい、橋島神社。到着いたします。早いです。結構思ったより近いんです、ね。台東区と墨田区で割と近くて、はい、人力車でスカイツリー方面まで送ってくれますかっていう、はい、とかも30分あれば、ちょっとあのお写真撮りつつ巡りながらそこもできます。いや、本当がっつりですね。すごい。はい、がっつりスカイツリーですね。こんな感じです。こんな感じ。綺麗。どどどど。今日空がすごい綺麗ですよね。本当に、あの本当に雪の次の日だと思えないです。そうです、雪の次だからこそ空が澄んでるのかな。なんだろう、そういうそっちの考え方ができる。なんかもうもっと寒くて、うんうん、今日はちょっとなんて言うんだろう、3連休初日じゃない感じなのかなと思ったら、ははは、結構ちゃんと晴れてくれたから、ちょっとに残ってますね。あ、本当に雪ちょっとだけ残ってますね。もうあの千葉県はすっごい雪積もってました。はい、え、珍しいですよね、千葉で雪。はい、
すごい積もっててテンションが上がっちゃったんですけど、はい、ちょっとあの雪だるまでも作りました。朝は時間なくて、はい、帰りまでに残ってるかって言われると帰り残ってるといいですね。みんな雪かき頑張ってたんで朝。あ、じゃあ固まったやつがあるんじゃない。固まったらあのあれできないじゃないですか。雪だるまは。そうだそうだ。カチカチになっちゃいますよ。そうです。そしたら寂しいな。寂しい。やっぱりあのいくつになっても雪はちょっとテンション上がっちゃうじゃないですか。上がりますね。すごい楽しみ。ふうちゃんはこう子供っぽいところもあるのがいいですよね。あの大人な女性で行きましょう。大人、いや、あのレディーなんですけど、もうあの今のカットで行きます。あの雪のシーンは全放送でお送りしてます。ノーカットでお送りします。あ、全部ノーカット。なんかね、本当にテロップで入れてください。テロップで、はい。ゆかいず、はい、ビューティフルカールズ、ガールズじゃなくてもうあれですね、レディーって、ビューティフルレイ、はい、レディーレディー、はい、しましょう。もうちょっとで、はい、春に近づいてるじゃないですか。今あ近づいてます。はい、桜がちょっとずつ咲き始めるっていう。あれどっか梅もあるんだっけ。あ、梅もなんか墨田区はなんかあるんですよね。ちょっと楽しみなんですよ、はい。冬の寒い時期があんまり得意じゃないので。そうなんですね。そうなんです。もうすごいです。もうザ・夏女なので縮こまっちゃいます。あ、なんかね、こうやっぱりすごいジャパンエクスプローラーさんのすごいのあるじゃないですか、うん。 はい、あのイメージが強いのか、ゆかちゃんの髪型がいいっていう人と、前のがいいっていう人が、どっちも結構分かれますよね。あの色も別だし。そう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 。髪型っていうか、なんかね、髪色とショートカットが好きなのかな、ボブっていうか。あのイメージが強いんだ。かもしれないです。体の大きさに対して髪が長いから、今バランスが悪いって言われます。でも素敵ですけどね。本当ですか。そうそう、その触れてる感じが、はい、好きです。エクステがちょっと痛み始めて。これいつまであとどうつけるんですか。ちょっと迷ってて、はい、いつまでがいいですかね。次回の動画はあの元の髪がいいと思います。あ、わかりました。次回はいつ頃でしょうか。わからないです。いつ戻したら取りに来ます。わかりました。でも多分自分の中で我慢できなくなって、はい、今月末には外しちゃう気がしちゃうんですよね。そうなんですね。1ヶ月ぐらいって言ってたんで、あ、結構長めに1、2ヶ月は持つみたいなので。そういうことなんだ。はい、美容室に行って。今日やっぱあったかいんですね。反転脱いだってことはあったかいんだ。でもやっぱ短い方がなんか印象強いですね。そうです。もうスカイツリー、スカイツリーすごいです。何対何ぐらいの割合ですか。ですね、これまだ分かんないんですよね。まず、はい、今視聴してくれてるファンの方が、はい、ジャパンエクスプローラーさんの動画から来てるので。あ、そうかそうか。お、今のすげえいいの撮れた。すごい大変そうな撮影。たまにカメラがブレてる。ブレてる。ちょっと方向がごめんなさい。サムネ撮ってる。ここから撮りたいですもん、この、はい、光景。需要がないのでやめておきます。あ、撮影者の裏側みたいな。撮影者の裏側は、じゃあいつか、はい、いつか、なんか1万人登録とか来たら考えましょう。じゃ あの今のことはちゃんと動画でお願いします。10万ぐらい撮るにしましょうかね。需要が、あ、すごい、これすごい、足さばき見てください、かっこいい。この先が水町って言って、はい、最近できたんですけど、水町です。おしゃれなカフェとかパン屋さん。お休みの日ここでテイクアウトして、はい、この隣の公園でピクニックって結構優雅な、はい、そうなんです、ね、休日を過ごせます。じゃあゆかちゃんのチャンネルを作ってそれやりますか。
単独チャンネルですか。ゆかちゃんだけのチャンネルを別に共同制作してもらってこれはもうオフの時に、出てもらうっていう。あ、もう仕事中は無理なんで。そうですね、仕事中だと、はい、じゃ あのファンの人たちがすごい好評だったらゆかちゃんのチャンネル別に、はい、ゆかチャンネル、いや、ベタすぎだ。ゆかチャンネル、ちょっとダメだな。まあ、なんか今仮称です、今の、はい、ゆかちゃんの、はい、別チャンネル。ゆかチャンネル、ゆかちゃんはね、今 YouTube やった方が絶対いいです。 YouTube、 本当に SNS ね、 SNS はね、目いっぱいやった方がいいです。インスタを何を載せたらいいか分からない。あ、インスタでもね、あのリール見てると、はい、音楽が載せられるので、やっぱり何かな、まあ、力車のあの感じがいいと思いますよ。うん、やっぱりエンタメ系が受けてるので、面白動画系。でもやっぱり自分の好きなものも載せたいなと思って。わかります。わかります。この間振り袖の写真載せちゃったんですよ。あ、それはいいと思います。ありですか。はい。で、今日もなんかもう写真がいっぱいありすぎて、はい、ちょっとあれなので、はい、今日も載せようと思って、はい、何回かに分けて。で、でもあの。このシャフギの格好の写真も、はい、ちょっとあのストックがあるので。ああ、いいですね。それもちょっと載せたいなっていう気持ちです。ここはこちらが牛島神社になります。そうなんです、ごめんなさい、ちょっとフライングしちゃいました。すみませんでした。ちょっと車が止まってるので、はい、こちらの端っこにちょっと乗せます。はい、ここで降りる感じですか。はい、はい、ちょっとあの12車の中に入っちゃうんですけど、ああ、いやいや、ちょっとお車が止まってます。じゃあ一度下ろしますね。はい、お願いします。もう1、2、3。いや、このシーン撮るの上手くなったな、ちょっと。前上手く撮れなくて難しい。そうなんです。これは60分は何回に分けて放送されるんですか。ですね、多分3回かな。3回、20分ちょっとずつで、だから編集が、はい、でもちょっと編集早くなったんですよ、前より。まあ、それでも3日かかるんですけど。じゃあ足元気をつけてください。まあ、伸びて、そうですね、20分動画が今編集が、はい、そうですね、7、8時間やればなんとかギリギリ終わるかなっていうぐらい、すごい感じです。7、8時間、はい、少々お待ちください。いえいえ、あのこういうのがいいんですよ、オフショット的に。オフの、はい、オフのゆかです。はい、あの今毛布を畳んでます。降りた後に、はい、あ、そう、そういうのって分かんないですよね。降りた後にこうするんですね。そうなんです、これを畳んで置いとかないと見栄えが悪いじゃないですか。ああ、あの前他の人が見た時にってことですか。あ、止まってる車ぐちゃぐちゃだったらやっぱり、あ、確かに、うわーってなっちゃうので、こうやって畳み方が綺麗。そうなんですね、確かにいつも綺麗ですもんね。だからなんだ。で、これでお出かけに、お出かけ、お出かけしようです。で、ここにあの秘密も、はい、で、準備は OK です。 OK です。行きましょう。あ、締めさせていただきます。あ、これやっぱり戻すんですか。戻します。これもやっぱり、あ、そうなんだ。戻して、だから部屋にあげてくださいっていうの最近なんか申し訳ない気持ちになるんですけど、それはもう開けた方が綺麗に。そうなんです、さっきちょっと開けないでやってみたんですけど、やっぱり綺麗。ちょっとですね、はい、お待たせしました。行きましょう。ちょっと足元気をつけて。はい、足元気をつけて。牛島神社、これは包丁塚って言います。あの牛さんとかのお肉を、包丁塚って書いてあります。はい、お肉を切った包丁をこれ供養するっていう、はいはい、牛さんです。牛島神社っていうだけあって牛さんが他にもいます、はい、ちょっと行きましょう。牛さんがいっぱいいるんだ。牛さんです、牛島神社。いや、で、かわいい。今ちょっとサムネを撮ってた。あ、サムネを。普通にかわいい。あ、本当ですか。でも後から自分で写真で見ると、あ、このちょっと事故ってるみたいな。あ、事故ってるやつ。もうなんか、はい、タイミングが、やっぱ写真の姿が本当にちょっと気にしてですね。あ、これはで、女の子ですからね、気にします。で、こちら、はい、正面の鳥、正面の鳥、はい、ちょっと普通の鳥と違くないですか。あ、なんか、何ですか。3本、はい、3本あるんですね。鶏、あの、3個の鳥がある、はい、
皆さん分かりますかね、3つあるんですよね、うん、後でちょっとカットあれしますけど、はい、そうなんですね。あ、手水の試着あるの珍しいですね。そうなんですか、こうまだ試着があるんだ、荷物があるから、はい、今日はします、ね、はい、参拝の、一緒にお辞儀しましょう。はい、正直をします。はい、行きます。はい、失礼します。失礼いたします。で、ここは、はい、狛犬って、狛犬、はい、あるじゃないですか。はい、狛牛、はい、牛さんが、ちょっと逆になっちゃいました、はい、牛さんが狛牛います。ちょっと待って、はい、いいですよ。はい、狛牛さん、狛犬さんと狛牛さん。狛犬さんがやっぱり普通。ああ、あれが狛犬さんなんですか。あんまり寄っちゃいけない。失礼とか。狛犬さんと狛牛さんです。狛牛さん。はい。行きましょう。行きましょう。なんかね、参拝動画も割と好評なんですよ。あ、本当ですか。はい、なんかよくわからない。行きましょう。はい、行きましょう。神社じゃなくて二拍、どっちなんですか。神社なので、はい、二礼、二拍手、二拍手、一礼で行きます。ね、ちょっと待ってください。私持ってみましょうか。ポンポン、はい、二礼二拍手のペンをでは教えていただきましょう。じゃあ最初にお賽銭を投げた時、チャリーンって音が鳴るように入れます。チャリンっていう感じで、で、はい、二礼します。で、次に胸の前で、はい、はい、で、ずらして、ごい、ごい、で、最後に一礼します。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そう、指ずらすのもこの間教えてもらいました。あ、そうなんです。指をずらすですね。知らなかったです。それ。あ、何か、なんかいっぱいいろんなものがありますね。こんにちは。御朱印だとか、はい、あとは、あの去年、牛年だった。あ、はい、あの12年に一度だけ、あの干支が牛の、はい、牛年の時の限定のお守りがあったりとか、はい、いろんなお守りが。そうだったんですね。12年に一度って言われるとなんかね、欲しくなっちゃいますよ、ね、綺麗で、こんな感じ。雪残ってますね。あ、本当だ、雪ちょっと残ってますね。で、ちょっと、あ、すごい溶けちゃってすごいことになってますね、はい、水浸しになってます、はい、あ、すごいです。じゃあ、まあ、尺だったら大丈夫。あ、大丈夫です。あの、はい、いいです。その牛さん、なで牛さんって言います。なで牛さん。なで牛さん。はい、で、これあの健康とかのご利益があるんですけど、はい、このよだれかけかけてるじゃないですか。はい、よだれかけをかけたものを、はい、あの赤ちゃん用のよだれかけをかけたものを、うん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 、赤ちゃんにつけてあげるとすくすく育つよって言われてたり、あとは自分の体の痛いところを触った後に、なで牛さんと同じ場所、例えば足が痛かったら足触って、はい、足をなでると、はい、よくなるって。そうなんですね。はい、で、これあの心の、まあ、あの心の病、心の病、はい、心の病とかも治してくれます、はい、ゆかちゃんで治してもらってるんで大丈夫です。心と体を元気、元気になる、はい、なで牛さんって、なで牛さんで、すごい雪解け、はい、雪解け、雪がだいぶ残っています。すごいすごいですよね。大丈夫です。あの何も考えずに、ね、準備してきて。いつもこれ心身療ご利益が心身療養っていうの、心身療養、あ、心体の療養ですね。はい、心身療養が言えなくて、もう一回言ってみましょうか。心身療養、あ、言えました、言えました、ね、これはとっさに言うと言えないので、はい、ちょっとあの元気にっていうあれで、はいはい、ちょっとお伝えしてるんですけど、はい、心身療養って難しくないですか。心身療養難しい。心身療養のパワーがございます。はい、心身療養。足元気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、そうですね。
はい、お仕事ぶりを、まあ、全部お仕事なんですけど、ね、で、はい、オープンします。オープンです。ちょっと私これ腕が短くて動かないんですよね、いつも。わ、すごい大変そう。そう、これきちんと畳んでるんです。これを見てほしい。本当に綺麗に畳むんですよね。よいしょ。こうきちっと、皆さんこれきちっと畳みますよね。はい、きちっと。やっぱり怠ってしまったら良くない。そうなんですって。あの力車の皆さん、しっかりとお仕事してます。はい、どこの神社とかお寺行かれました？多分行けるところに一通り行かせてもらえるように。松山神社と、どもいかなんだっけ、行ってきました。今津神社、はい、あ、いいですね。でもいろんな人がこう教えてくださるので、うん、ありがたいですよ。人によって全然違いますよ、多分。意外にどうかなと思ってたんですけど、うんうん、いいですっていう方が多くて、なんかいいです。その参拝方式とかを、はい、すみません、僕も参拝方式全く知らないわけじゃないんですけど、うんうんうん、ね、正式に教えていただいて、でなるべくこうファンの方に、皆さんに、ね、うんうん、伝わるように教えてもらってたんですけど、一部コメントで知らないのみたいな、ここまでじゃないんだけどなって思いながら、一応番組なので、はい、私も最初全然神社とお寺の違いが、それは知らなかったです。僕も知らなかったです。だからお賽銭とかも全部五円玉入れればいいとか。あ、僕もそう思ってました。なんかやっぱ違いがちゃんとわかんないですよね。あるんだなって。そうそうそう。この人力車を通してすごく学ばせてもらって。人力車を通していろんなことを学んでます。やっぱりエクステ取った方がいいですかね。いや、僕はこの方がいいなって思ってるんですけど、ファンの方はやっぱりそのイメージだと思いますよ。あ、元あるイメージ。持ち上げます。はい、行きます。せーの、1、2、3、よいしょ。じゃあギュッと詰めていって、はい、OK です。出発しましょう。出発しましょう。ねえ、多分紙の200、やっぱり270、今ナンバーワンです。ナンバーワンですか？はい、はるかに数字が違います。今ナンバーワン、ゆかちゃんがナンバーワン、再生回数が270万、やっぱ超えてました。ありがとうございます。皆さん、僕のじゃないです、ジャック・マイ・フローラーさんの動画です。フローラーさん、すごいですよね。はい、本当にこんなになんか反響があると思わなくて、いやすごい反響ですよ。あ、それなのでやっぱりなんかいろいろやった方がいいと思います、今。今だったら5年、ね、1年後も2年後の方がもっと人気であるかもしれないけど、やっぱり今は旬ですよ、間違いなく。僕は仕事辞めてゆかちゃんの番組作りたいぐらい旬です。まあ辞められないんですけど。番組を。はい。TikTok の、はい、一番最初の私の動画、はい、諦めたくないっていう名言が生まれた動画、はい、ああ、はい、はい、ここがもう登れなくて、はい、すごいしんどくて、そういう意味なんですか。で、はい、諦めたくなかったかなみたいな、諦めたくないっていうやつ、それが生まれた坂です。はい、これすごいですよね、本当。いやー、これすごいな。この感じを撮りたかったんですよね。あ、本当ですか。こっち向いた方がやっぱカメラ的にはあれですか。すごい、あ、分かってきました。すごいすごい、それがもう分かってれば大丈夫。ちなみに後ろも、あ、本当だ、素敵な景色。ちょっと後ろにゆっくり振ります。すごい綺麗、すごいですね。こう、
裏話をするとそういうこと。裏話しちゃった、はい、この裏話系はあのカットで、あ、いや、あの本当は、そういうのが一番いいんですよね。あ、そうなんですか。よくあるのは、この動画のコミュニティ、こう、まあ、登録者の数が僕は言ってないんで使えないんですけど、コミュニティって、まあ、有料会員さんを募集した後にその動画の裏側を流したりとか、そういずれやろうとは思ってるんですけど、まだそこまでだと、はい、すごい、結構皆さんそこでね、こういろいろ作って出来上がった作品は普通の YouTube で公開するっていうのが流行りですね。YouTube が流行りがあるの、ね、あります、あります。雪がこの辺は残ってます。本当だ、綺麗。このピロピロが すごい、なんか綺麗ですね今日。いや綺麗、これ逆光だからどうかな、いけるかな、飛びそう。あ、大丈夫だ。あ、映りました。はい。空気が澄んでるからね。あ、澄んでますね。すごい。綺麗ですね。え、じゃあ町山商店の今出神社は、はい、大丈夫ですか。はい。でも、あの、まあ、僕のスタイルなんで、この多分ジャパンストリート TV のスタイルなんですけど、はいはい、どっちかっていうとあのインタビュー動画とかに近いので Vlog 系の、はい、皆さんのお仕事ぶりをまたあのコメント欄がさ、かわいいが多い、早急とか多い。これあれ僕言いましたっけね、あのコメントで、はい、コメントの中でそのランキングはしてないんですけど、はい、別に人気投票とかやってないんですけど、はい、ファンの皆さんが、はい、ゆかちゃんが一番かわいい、りさちゃんが一番かわいいっていう、そういうやつが来るよって話。なんかちょっと複雑な気持ちだな、はい、そうなんです。あの他の人を出してる時でもこう誰々がかわいいって来るっていう熱いファンの方がいらっしゃるので、楽しい。次ファンの、はい、僕はこのネタ楽しんで読んでます。皆さんよろしくお願いします。あ、ちょっとだけ、はい、歴史があふれる下町に行きました。歴史があふれる下町、はい、ちょっとギャッタンって読みます。ほんと雪だるま、なんか雪だるまチャンネルしましょうよ。雪だるまチャンネルいいですよ。ゆかちゃんが遊んでるのがいいと思います僕は。雪だるま、あの多分ゆかちゃんはね、遊んでるのとかが普通に受ける気がします。これどうしよう、言っちゃった手前別チャンネルいつ作るのとか来たらどうしようあのすごい時間ないんですよね。そうですよね、お仕事とか、はい、お仕事してるんで、あの5月ぐらいになったら落ち着くんですけど。そうなんですか、はい、ちょっとまだ無理です。私もちょっとずつ他のことをしてみようと思って、はい、ね、本当にゆかちゃんの番組はあの作りたいんですよね。まあ、みさちゃんも作りたいんですけど、みさちゃんはやっぱあの芸能活動してる方なので、それはやっぱり権利関係がいろいろあるので。あ、そうなんですね。やっぱり無理だと思うので、うんうんうん、次のスターになりましょう。あの何ですか、本当にあの前言ってたキャストになりたいみたいな話もあったじゃないですか、はい、ディズニーランドのスタッフに、はい、ああいうのをこうやっていく裏側っていうか、その追っかけていく感じとかを撮れたら本当にいいと思います。それこそすごい厳しい会社だから、うんうん、裏側は無理そうですね。あ、そうそう、裏側は無理だけど、そのオーディション行く場面の行って帰ってきたところとか、実はちょうど、はい、先月の末に、はい、
私が1回、はい、あの前まで決まった部署が、はい、また募集再開したんですよ。募集の再開、はい。で、応募は？応募はちょっと今できてなくて。あ、そうなんですか。3月から他のお仕事もするので。え、そうなんですか。そうなんです。ちょっとその関係で人事社は辞めない。人事社は辞めない。あ、よかったです。皆さん同胞です。辞めないです。その関係でちょっと、はい、あれなのでまだ応募できてないですけど。もうだいぶ取られ慣れました。頑張りまあら、ちょっと、あ、こんにちはって。トリフック、あれ、うん、トリフック、あ、なんか吹いてます。ちょっとあれです、ね、すごいすぐ水滴になっちゃう。いや、大変なんですよね、寒暖差が今日は。行きます。この辺よく仕事できます。本当ですか。つい最近も歩いてました。昨日は昨日、一昨日かな。じゃあ本当に気づかないうちにもしかしたら全然多分そうです。あります。はい、多分そっちの方も痛い気がするんだけど。歴史的な方は来たことありますか。はい、どうだろう、どれがどうなのか今ね覚えてるところなんで。いっぱいありすぎてちょっとあれですよ。でも意外に知らないですよね。僕バンダイの本、あのジャパンエクスプローラーさんとじゃあバンダイの本社行ってたじゃないですか。あ、はい、バンダイの本社どこにあるんだろうとか思ってたら、自分が車止めてた脇にあったとか。これか。あんまり気づかないですよ。そうそう、これか。注意深く見ない。そう、やっぱりね、普段何気なく仕事してる、何気なく仕事は何気なくしてないですけど、あの何気なく通ってたところが実はそれ。あ、そうそう、そういうことです、そういうことです。ありますよね。いや、なんかすごいとこ来た。え、これなんですか。目の前に見えるのは何。目の前に見えるのは二天門っていう。あ、二天門ですね。はい、二天門来たことありますか。二天門なんか教えてもらった気がします。じゃあ誰かと一緒に。ミサさんが教えてくれたのかな。ミサちゃんが雷門に似てますっていうところ。あ、そうです、そうです。あ、こっち側にいるんだ今。やっとわかった。そうです、こちら側に、はい、位置関係がわかりました。雷門のモデルになったもんですね。え、雷門よりのモデルなんですか。あ、そうです。それは知らなかった。そう、二天門なんですけど、はい、400年前から、約400年前から姿形そのまま残ってるっていう。そうなんですか。すごく歴史のあるもの。ずっとあるんですか。珍しいですよね。だいたい焼けちゃったりとか。そうなんです。素晴らしい。素晴らしい。ちょっとソーサーディザさんにしてもそうなんです。あの東京大空襲とかで焼け野原になった時期、2つだけ浅草で残ってた場所があって、はい、この二天門と、はい、あのいつも乗り降りする方の近くの神谷バーって、あ、神谷バー、はい、あの2つだけは残ってたって言われてます。そうなんです。そうなんです。だから知らなかった。塗り替え作業とかはしてるんですけど、まあ、でも残ってるの大体消失しちゃいますもんね。ん、東京の有名なところはすごくちゃんと残っててくれてる。あ、もしかしたら美里さん来たことあるかもしれないですけど。いやいや、全然いろんな人に教えてもらってます。あ、じゃあもうあのスタッフがメインだからそんなに、まあ、行く場所も自分の代金。分かりました。僕は同じコースでいいんです、全然。あ、なんかすごい綺麗隣。なんだこれは。あ、浅草寺。五重塔ですよね、はい、浅草寺の。ここすごいよく綺麗に見える。はい、綺麗。よく通ってるけど分かんないもんですね。もう本当にやっぱり人力車で目線がちょっと変わって、発見も増えますよね。そうそうそう、増える増える。私も人力車乗りたいですね。そうですよね。いつかあれですよね、シャフさん乗せて隣でただ撮ってたいです。二人話してると思うんで、僕黙って撮ってたり。すいません、人力車ガールズメインでやってます。トーク番組みたいになってます。あ、もうトーク番組。今日のスペシャルゲストは。今日のゲストは。はい、ゆかちゃん。はい。ゆかちゃんで、ゆかですっていう感じですね。はい、そうです。
すごかったんですよ。今やっとリクエスト止まったっていうか、皆さんコメントしてくれるのすごい嬉しいんですけど、やっぱ責任を感じるわけですよ。でゆかちゃんでゆかちゃんが出ないのって言われてすごい辛かった。嬉しい。でもすごい辛かった。辛いっていうかプレッシャーでした。電波イン通り。はい、電波イン通りです。江戸時代の街並み再現した通りになってます。前にあの反対側のにぎやかな街、はい、行きましたね。あれ通りましたね。はい、つながってます。あっち側と。そうですね、向こうちょうどこの向こう側が実は反対側。反対側になってます、はい、中見世通りを切れないのでね、じみちゃん。そうなんですね、行かれないんですよね。なのでちょっとあのぐるーって回らないと、あのそう一直線では行けないんですけど、はい、なんか美味しそうなとこいっぱいあるんですよね。あ、もう本当に私このいちごスムージー大好きです。そうなんですね。もうじゃあおすすめです。やっぱりゆかちゃんのチャンネルを作ってあの、はい、食べ歩いてもらいましょう。食べ歩きの、はいはい、そっちではあの食べ歩きの情景で行きましょう、はい、としたら、はい、そうです。でも割と今日は結構人が多いですね。いや今日多い、びっくり。3連休の初日だから。パンダカフェ、あ、そう、大宮さんのあれなんですよね、ここの大宮さん。あ、そうです、そうです。こんな感じで、こういう狭い道も、はい、ね、この左側の手ぬぐい屋さん、手ぬぐい屋さんです。そう、この間うまく撮れなくて、ね、かわいいです。こんにちはです。すみません、撮影します。いが10個並んでて、はい、地で締めてるので糸し富士って言って、あ、富士、それで富士屋さん、はい、富士屋さん、はい、糸し糸の手ぬぐいって言われてます。ちなみにそれもかわいい、糸し富士、糸し富士の、はい、はい、そして忍者シューズです。はい、忍者シューズ、忍者シューズ、この忍者シューズは、はい、あのエアーが入ってるので、たくさん走っても疲れません。そうなんですね。このお祭りの中屋さん、はい、中屋さん、ここで忍者シューズ売ってます。中屋さん、忍者シューズの走り方は中屋さん、ここに忍者シューズいっぱいあるので、忍者シューズがいっぱいあります。忍者シューズ、はい、僕この間も行ったんですけど、はい、実はこの番組を始める前に自分が出演する予定だったので、はい、忍者のコスチュームとかを揃えたんです。海外向け、そう、海外向けに、はい、やっぱり人気は何だろう。あ、忍者だ。そう、忍者だ。日本といえば忍者みたいな。すごい安直な考え方です。忍者、はい、もう忍者シューズはあの履き慣れてるんです、うん、お祭りが田舎であって、あ、そう、はい、毎年履いてた、子供ちっちゃい頃から履いてるんで履き慣れてます。お、来ました、こちら来ました、来ました。ちょっとバックします。はい、じゃあ正面の赤い建物見えますかね。はい、こちらが七福神って皆さんはご存知ですか。どうでしょう。イエーイ、なんか今きっとコメントが来てます、はいはい、七福神って言って7人の神様がの集合体、うん、はい、神様たちの集まりを七福神って言うんですけど、はい、ここの、ここ、感じだ、ここの赤い建物の中に、はい、弁財天さん、弁財天、唯一の女性の神様が祀られています、はい、で、弁財天さんってどんな御利益があるのかなっていうと、技芸上達、技芸上達、はい、例えばスポーツしてる人だったらスポーツがレベルアップ、はい、スキルアップできるよっていう御利益があります。自分がやってることに応じてちょっとこれはお願い事を、はい、するんですね、はい、で、ここの弁財天さん、はい、弁財天って、あ、でも漢字難しいかな、はい、漢字で弁財天って、はい、弁当の弁に、財宝の財、はい、に天丼の天、天丼の天、なんか美味しそうな名前ですけど、弁当の弁に財宝の財に天丼の天で弁財天って書くんですけど、はい、こちらの弁財天、弁当の弁に、はい、才能の際に天丼の天って書くので、はい、より一層のスキルアップがある、おあるよって言われてます。だから何か、まあ、例えば映像とかだったり、はい、
編集のスキルアップしたいなってことだったら、ここで今日手を合わせて、現在点差、はい、スキルアップです。スキルアップで、はい、その右奥、鐘見えますかね。はい、ね、映るかな。あ、映りました、はい、あ、映りました。あの鐘が、はい、時の鐘って言います。はい、今私たち時計がこういう風にあるので、はい、あのゴーンって鐘を叩いて知らせなくても自分たちで分かるんですけど、はい、昔は時計がなかったので、はい、あの鐘を叩いた回数で時刻を知らせていました。アラームみたいなもんですね。はい、アラームみたいなもんです。ちょっと小話なんですけど、はい、おやつって言葉あるじゃないですか。はい、おやつって、はい、昔の人は朝ごはんと夜ごはん2食だけでした、食べるの。あ、そうなんですか。そうなんです。でもお腹空いちゃうじゃないですか、お昼ごはん。空きますね。空いちゃいます。私ももう朝ごはん食べて、はい、もう夜までちょっとあれなんで、真ん中にいっぱい食べないとお腹空いちゃうんで、そうなんです。もうお腹空いちゃいます。あ、それは空きますよね、はい、2食ですね。もう大食いなんで、ちょっと今なんか何言ってるのか自分で分からなかった。で、そう、あの大食いです。はい、で、なんで、はい、じゃあ話を戻します。はい、そうで、3時頃、今でいう3時頃に、はい、あの鐘が8回叩かれる八つ時っていう時間でした。はい、八つ時、はい、だから8回叩いたら、はい、八つ時だからちょっと軽食を食べようってことで、はい、3時の八つ時だからおやつって。そうなんですね。そうなんです。全く知らない。だからあの鐘、今ちなみになんですけど、はい、あの行く年来る年って大晦日のドアの鐘鳴らす番組とか、はい、あと毎朝聞けます。そうなんです、はい、朝、あ、ちなみにお鐘の聞いたことあります、実際に。去年の大晦日、はい、ここで年越ししました。ここで、はい、あの力車のメンバーと、すごいいい年越し。ここでもういっぱいみんなが鐘を聞いて、ね、はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ハッピーニューイヤーみたいな感じカウントダウンしたんですか。はい、しました。いや、おしゃれ。ここで鐘を聞いたから1年後にカウントダウンするときには取りに来ます。はい、もうぜひまだ1年近くある。もうまだ今年始まったばっかりですけど、いや、もうあっという間に2月も3分の1ぐらいもう過ぎましたもんね。そうですね、あっという間ですよね。はい、今日は2月の本当何日ですか。今日 11です。はい、実際の公開はかなり後ろになっちゃいます。すいません。いや、もうこれはだって次のちょうど公開されるあたりに、はい、今度あのショートカットバージョンの、ショートカット、そうなんですよ、撮影をきっとしているはずです。そうなんです。それを考えて放送しています。うわぁ、浅草寺です。そして二天門です。いや、すごい二天門。ちょっと回ろうか。あ、大丈夫ですよ。大丈夫です。はい、大丈夫です。そうなんです。この時間だと、この時間だと、夜の時間だと、はい、スカイツリーが、私このあ、ここ夜スカイツリー見えるんです。ライトアップの、あ、そうだそうだ、キラキラがより一層キラキラ。今はもう晴天でキラキラなんですけど、はい、夜はまたちょっと違った感じ。そう、夜って見たい気はするんですけどね、多分手持ちのライトないとみんなが映らない気がするんですよね。あ、僕夜撮影得意なんで。あ、そうなんですね。もともとずっと街並みは夜ばっかりやってた。夜が本当はメインの、でもちょっと顔、人物、そう、顔を皆さんの撮るとやっぱライ手持ちでライト持たないと多分無理なんで、そういうのも用意します。手持ちライト、動画の見たい、久しぶりに。ゆかちゃんって映画好きですか。映画ですか。はい、映画はそうでもアニメやっぱり。アニメ、まあでも映画も見ますよ。映画も見る。抹茶。抹茶です。ここすごい。抹茶ビールかな。抹茶ビール、はい、抹茶ビールって抹茶とビール、抹茶とビア、抹茶とビアが合体した、すごい。変わります。ちょっと揺れますね。ここ初めて通る気がする。この道初めて通る。
こんにちは。完全に。ああ怖い。私あの運動室にいたしまして、なんか言ってましたよ。ケーキとかを見るとこっちに飛んできたって当たるんじゃないかって。避ける能力がないから心配なんですよ。勝手な被害妄想。力車の中で、はい、運動神経悪いって言ったらこれ2人目なんですけど、え、誰ですか？みーちゃんも同じようなことで、みーちゃんは運動好きなんだけどなんか得意じゃなかった、苦手でも、うん、みーちゃんもこの間ちょっとあれしてみてました。ゆかちゃんあれですよね、研修どんくらいでしたっけ？研修何回でしたっけ？研修39回です。あ、でも39回なんだ、はい、あ、まだ全然か。もうあの頃はでもダントツで、はい、ポンコツでした。39? 39 なかなかね、39回よく頑張りましたよね。さっき聞いたんですよ、研修を終わらない、はい、要はプロこれ、まあ、皆さんプロとして考えてるんですけど、はいはい、そのデビューができないまま研修で終わっていく方も多いって、あ、もう自分には向いてないんじゃないかなってやっぱなっちゃうことも中にはいらっしゃいますね。変な話、その研修の期間っていうのはお仕事としてなんですか、それとも全くの無給でやるんですか？無給ってお金が発生しないでやるんですか？お仕事です。お仕事としてやって研修なんですか？はい。そうなんだ、すごい、すごい会社ですね。研修は3ヶ月とか6ヶ月とかいろいろ。そうですね、人によってです。男性でデビューした方だと、はい、11回で受かった。ああ、男性のなんかすごい人、はい、あ、この間ちょっと通りました、はい、あ、本当ですか？いや、遠目ですけど、彼、あの人ですって、うんうんうん、11回すごいですよね。かなり人によって本当にその辺はばらつきがあります。なるほど。出たボタン、ボタンさん、あの中華レストランなんで、チャイニーズレストランなんですけど、オムライス。そうなんですね。中華鍋で作るオムライス。そうなんですか。食べてみたいです、私。はい。まだ、あの、食べたことないんですけど。なんか美味しいらしいです。美味しいらしいって、僕も食べてないんで分かってます。まあ、ゆか食べてないけど、いらっしゃる。そうですね、まあ、ゆか食べてない。それこそ。やっぱ意識しちゃうとダメですね。顔が緊張しちゃいます。意識今暗いからちょっと使えないと思う。あ、本当ですか。暗かった。なんか写真撮るときも、はい、なんか自分の決め顔みたいなのを作りたいんですよ。あ、変顔すればいつやる。いや、変顔ってまだ早いです。まだ早いです。いや、変顔はじゃあ私結構得意です。髪型が変わったときにお願いしましょう。ちょっと早いそう。結構得意ですよ、そういうの。そうなんですよ。え、何が得意なんですか？変顔とか。変顔得意なんですか？得意ですよ。え、それは見たいね、やっぱり。しょっちゅう、なんちっちゃい時の写真とか、はい、しょっちゅう白目向いたりとか。はい。じゃあ YouTube で生で公開しますか？いや。それはしない。今、あの、東京力車のインスタで、はい、あの、企画で、はい、今の自分と昔の自分の比べる、はい、あの投稿が今あるんですか？なんか見た。本当ですか？うん、誰のとか分かんないけど、子供の写真、あ、みさちゃんかな、子供の写真載ってた、子供の頃の。そうなんです。あれ、みかちゃんもあんなことっけ？いや、まだ載ってないんですけど、ま、楽しみにしてます。そうです。この時の、はい、この時の、はい、選んでたんですよ、どの写真にしようかな。写真見返してたら、よりね、白目、なんか変顔みたいな。意味わかんないのばかりで。そういうことみたいな。見てないけど面白い。さすがにあの、まともな写真見せました。あ、そうなんですね。より目が良かった。あの、七五三の時の写真でしょ。そうなんです。七五三は割と可愛いかなと思います。ああ、そうなんです。皆さん、ちょっと楽しみに。今日は建国記念日ですね。多分そうです。多分
軍建国記念日。私あのバスに翌日の日ってあの旗ついてるじゃないですか。え、そうなの？え、そうです、そうです。知らなかった。知らなかった。がついてて、はい、あれ祝日限定っていうの知らなくて。そういうことなんですね。じゃあ今日はバスについてるんですか？ついてます、ついてます。全然気がついてない。ちょっと見てみてください、はい。だからその今バスを見て、はい、あ、そういえば今日祝日だと思って。確かにね、この仕事してると曜日感覚とかなくなりますよね。もう完全に今日は、でも金曜日ですね。今日金曜日です。本当にほぼないです。僕も全然分かってないです今日まとめて、これ正直に言うとまとめて何人かの撮って、うん、土日はひたすら編集っていう。じゃあ明日、明後日はもうひたすら、はい、こもってずっと編集です。すごい、もう西日がそうですね、キラキラする時間ですね。あっという間だ今日。そう、これでもフィルターとつけててもやっぱりこれだけ強い西日はちょっと飛びますね。結構濃いめの ND フィルターつけてるんですけど。撮影した写真をこの間休みだった時に取り込んで携帯で見てたら、自分で撮ったやつ。あ、そうです、はいはい、気に入らないところとかを昨日かな、昨日編集したんですよ。 YouTube です。言っとかないとね、あのカットしてっていうこともある。ゴリさんとスーちゃんでーす。で、ゆかです。ゆかちゃんスカイツリーまで行ってたんですかね。そうなんですかもしれない。もうエンディングが近づいております。 あっという間に、あっという間に。何分でしたっけ、60分ぐらい。今日60分、はい。これを聞くと今から編集していただいて、今切ってましたよね。今切りました。今ね、あの間違えたんです。え、今寄り目したの映りました。大丈夫です。あ、よかったあの僕が入っちゃったんで切りました。あ、そうです。手元でちょっと間違えました。あのインカメに、インカメに。これ手元で実はあのいろんなことができるんですよ。ちょっと触れる。魔法のフロントです。もうすぐでバレンタイン。バレンタインですね、はい。バレンタインって、はい、日本の文化なんですね。知らなかった。なんか海外だとお花あげるみたいな聞いた。ああ、はい。もう2月14日バレンタインデーですから、はい。今日朝、楽屋に、はい、あの楽屋にソファーあるんですよ、私、更衣室に、はい。そこに、あの通り木の中で一番いい男からって書いた、誰からかわからないチョコレートが置いてあって、あ、すごいですね、朝からあバレンタインだと思って、上がりますね、テンション上がりました。甘いもの大好きなんで。そうなんです。すごい嬉しかったです。バレンタイン、でも雪降るみたいですね。また、はい、バレンタインですね。え、そうなんです。そうなんです。月曜日、月曜日ですね。月曜日に、これ雪の日はね、取りに来るか迷うんですよね。そうですね、ちょっと寒いし、ね、そうあれですよね。そうなん。あ、バス、あ、バス、あ、本当だ、なってますね。まだ見えるかな、映んないかな。あ、取れなかった、はい、またきっといます、はい、本当だ。
大丈夫ですか。はい、大丈夫です。そうです、あっという間です、ね、一瞬バスの告知が映るのがいいかな。こんな感じです。あ、映りました。ありがとうございます。それを最近知って、はいはい、私も今知りました。あ、ちゃんとなこういうなんか違いあるんだと思って、はい、ちょっとワクワクしました。しますよね。これをちょっと共有したかったです。ゴールが近づいてます。ここは雷門、ね、すごい、いい香りする、はい、いい香りがする。あ、亀十さんの亀十さんのですね。すごい香りする。 あっという間ですよね。60分これはノーカットで、はい、あの字幕だけ入れて。そうですね、ほとんど前回 の作っていただいたのと同じような感じ。そうですね、まあ、なんかね、あんまりカットしないで欲しいみたいな。乗ってる感じになるからですかね。もうあるし、リアルな会話が聞きたいんじゃないですかね。はい、戻ってきました。あっという間に戻ってまいりました。あっという間に戻ってまいりました。ただいまです。ありがとうございます。いい男がいっぱいです。グッドルッキングガイばっかりです。本日も貴重なお時間ありがとうございました、はい、じゃあ下ろしてきます。はい、お願いします。せーの、1、2、3、ありがとう。どうぞ。近い近い、すごい、めっちゃ近い。じゃあシートベルト外しますね。はい、近いんでグッドルッキングガイを撮ります。あ、後ろ姿です。はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。しましたらあちらで。はい、じゃあここであれですね、はい、最終シーンにしますね。はい、チャンネル登録お願いします。お願いします。登録してね。登録してね。よろしくお願いします。ゆかちゃんです。はい、ゆかです。はい、この間作ってもらったこれです。七転び八起き。はい、ゆかちゃんのを見せてください。はい、諦めたくないと名前です。はい、ありがとうございます、はい、さあ七転び八起き誰でしょう。行きながら考えましょう。本当に誰でさあ行きながら考えましょう。誰かと一緒です。絶対誰かと一緒ですよね。はい、そうです。絶対見たことあって。そうです、そうです。見たこと、絶対見たことあります。はい、これ実はまだ動画出してないですけど、はい、動画の中で作ったんです。ああ、そうなんですか。はい、で、ある人がこれおすすめですって言って、あ、じゃあ言葉浮かばなかったんでお願いしますって。はい、ゆかさん必ず会った人は、こだわる人です。はい、行きましょう。行きましょう。あとでこれ何ですか。これ何ですか。もう一度。はい、水里さんの。美里さんか。そうです。こ, のヒントが、そうです、この間の何かなって、はい、そうそれだっけなと思って。そうなんです、仲良しです。そうです。行きましょう。はい、行きましょう。じゃあ足元気をつけてください。はい、ありがとうございます。カバン脇に置きながらで、これ上げてもいいですか。あ、はい、大丈夫です。いません、少々お待ちください。はい、すごい、そう、一貫かなと思ったんですよ。思いました。すごい暖かいですね、今日。すごい暖かいです。ありがとうございます。しかもすごい綺麗です。ごめんなさい、足踏んじゃいました。ちょっと大丈夫ですか。ちょっと一瞬。じゃあ、こちらは荷物を預かりします。ね、荷物横に置きながら充電しなくちゃいけなくて。そっかそっか。じゃあ、持ったまんまでいいですか。じゃあ、足元だけ調整していただいて、はい、行きましょう。じゃあ、行きます。行かります。あ、こういう感じです。かっこいいです。よっ、大丈夫。いいよ、足元いいですか。すいません、はい、大丈夫です。じゃあちょっと一瞬待って。はい、マット、はい、ありがとうございます。じゃあ、どうしよう。バッグを脇に置いた方がいいですよね。そうですね、その方が安定感が。じゃあ
こっちに。こっちに。オッケー、マッチです。ありがとうございます。はい、そしたら、荷物がすごい多いんですよね。いや、でも撮影するときって結構あれになっちゃいますよね。いっぱいになっちゃいますよね。そうなんですよね。これ、撮影してから分かったんですけど、大変なんですよね。大変です。一人で全部やってるから、みんな、まあ、みんなやってるんですことなんですか。もうなんか撮りたいのがあってもうカメラとか持ってくとやっぱ肩こりとかひどくなっちゃったりとか。あ、荷物がそうそうそう、すごいアップですけどね。ゆかちゃんの超アップです。やだ、恥ずかしい。今日ちょっとあの顔が薄いんですよね、いつもより。顔が薄いとはどういう意味ですか。ですちょっと今すげえ 気になるワードがあるんですけど、何ですか。顔が薄い。顔が薄いんです今日は。顔が薄い。ちょっとメイクを怠ってしまいました。すっぴんに近い感じ。今日結構薄いです。本当に ナチュラルメイクですね。かわいい。いや恥ずかしい。